1992年11月18日大阪市生野区で生まれる。長3で地元のクラブ FC ユイラモスベジットに入団し、サッカーを始める。監督がすごい怖くて、その時マジで嫌やったんで、もう俺辞めるってずっと言ってたんですけど、ずっと腹痛いっつって、練習も試合もいかんって言ってたんですけど、いやもう嘘やから、風邪なんかひいてないし。中学生になるとセレッソ大阪の下部組織に入団。同じチームには3歳年上に柿谷陽一郎、2歳上に山口蛍、丸橋雄介、1歳上に扇原貴博がいた。中学3年生の時に飛び級でアンダー18のチームへ。フォワードとしての才能は認められていたが、チーム事情もありセンターバックで起用されていた。高校2年時のクラブユース選手権では、扇原貴博と共にセンターバックで出場した。攻守にわたって活躍を見せ、優勝に貢献、大会 MVP も獲得した。剣が抑えます。松原対コーチインよ。コーチイン出した。フラッグ上がっていない！キーパー抜かれた！プレイヤーが全力でフォローしました。さあ、そしてピンチの後にチャンスあり日本、杉本同点、早かったですね。あっと、そしてそれをまた一気に攻撃につなげよう。いいキーパーボールだ。あっと、ああ翌2010年に17歳でセレッソ大阪とプロ契約。2010年のセレッソはワントップ24ゴールを挙げたアドリアーノ。控えにバンドユージがいたため出場機会はなかった。翌シーズン第6節清水エスパルス戦で J リーグ初出場を果たすと、第23節横浜 F マリノス戦でプロ初ゴールを決めた。最終節の福岡戦でもゴールを決め、出場15試合で2ゴールで初のシーズンを終えた。東京ヴェルディに移籍してきました杉本健佑です。デビュー戦の6節町田戦でゴールを決めると、24節まで全試合に出場し、18試合で5ゴール3アシストの活躍で昇格争いを演じた原動力となった。夏に行われたロンドンオリンピック、不調だった大迫勇也に代わって本大会メンバーに滑り込んだ。グループステージ第3節ホンジュラス戦に先発出場したが、他の試合では途中出場、インパクトを残すことなく大会を終えた。オリンピック後、杉本自身はヴェルディに残留希望だったが、セレッソの要請もあり移籍期間満了でセレッソ大阪に復帰。新たな背番号20で迎えた2013シーズン、ワントップのレギュラーを新外国人のエジノと争った。シンプリシオとのパス交換からエジノがシュート、セレッソが宮田さん先制しました。いや、中央うまくワンツー。8節から5試合連続で先発出場するが、ワンゴールしか奪えずレギュラー奪取はならなかった。このシーズン香川真司所属のマンチェスターユナイテッドからゴールを奪うが、J リーグでは30試合出場、先発14で3ゴールと全く振るわなかった。サポーターが沸きます。40分先制を許したセレッソの反撃、酒本のクロスを受けた杉本健佑、1対1の同点とします。2014シーズンウルグアイ代表のディエゴ・フォルランが入団。シーズン前は出場も危ぶまれたが、フォルランの不調もあり前シーズンよりも先発数が増加。しかしゴール数は伸びず、32試合出場、5ゴールだった。リズムをつかみます。38分、クスカミの個人技から決めたのは杉本。このゴールいかがですか。チームも前シーズンの優勝争いから一転 J2 降格となった。を放ちますが、無情にもクロスバーを直撃。ホームで完敗を喫したセレッソは最終節を前に屈辱の J2 降格が決定。2015シーズン川崎フロンターレに完全移籍。前シーズンの得点王大久保嘉人がいたため控えが定位置に。
スペースに出た中村健吾から大久保。4節の新潟戦で初先発、移籍後初ゴールを決める。5月、ハリルホジッチ率いる日本代表の合宿に招集される。12節から14節の3試合で4ゴールを奪い、レギュラー奪取の期待が上がったが、レナトのフリーキックを薄く垂れ、杉本健佑まだ取った。それ以後も出場時間は伸びず、24試合で6ゴールでシーズンを終えた。2016シーズン、前年4位で惜しくも昇格を逃した J2 のセレッソ大阪に復帰。開幕から先発を任せられるが、初ゴールは5節の金沢戦。それ以後ゴールを奪えず、18節終了時点で1ゴールのみ。19節徳島戦でゴールを奪うと、徐々にゴールが決まりだし、41試合で14ゴール。清原、杉本、頭で合わせていきました。1対0、セレッソが先制しました。4位でリーグ戦を終えるも、プレーオフを勝ち抜き J1 に復帰。2017シーズン、返り着いた J1 で、杉本は覚醒の時を迎える。開幕から6試合先発出場を果たすもノーゴール。7節ガンバ大阪戦で2ゴールを奪うと、好不調の波はあるものの、ゴールが決まり出す。8月からの5試合で7ゴールを奪うと、セレッソ同点のチャンス、クロスが入ってくる。ソウザ、橋本こぼれている。このボールはソウザ。8月にハリルホジッチ監督が率いる日本代表に選出される。9月6日のワールドカップアジア最終予選、サウジアラビア戦で途中出場し代表デビュー。オーストラリア戦の後、この杉本健佑は杉本健佑ワンタッチ落として、そしてここに二塁が入っていく。浅野から杉本健佑入っていく、そして渡した倉田、倉田の2点目が杉本健佑、もう一度こぼれ球を押し込んだのは杉本健佑。ルヴァンカップ決勝では先制点を挙げ、初優勝に貢献、 MVP を獲得。Jリーグでも好調を維持し、得点王争いを演じる。最終的には1ゴール差で得点王を逃すが、ベストイレブンに選出される。そうですね、松田陸、クロスを上げた、杉本健佑は12月、左足に痛みを感じ手術、天皇杯決勝を欠場。2018シーズン、柴崎岳が所属するヘタフェからオファーが届くも、セレッソに残留を選択。開幕から先発で出場し、2節に初ゴール。5節には、途中出場で決勝点を決めるなど、幸先は良かったが、手術を思ったように体が動かず、違和感が残ったままプレーすることになる。出てくるわけですもんね。クロス来た、キムヤンドウヒョン、こぼれ球、田中を止める。岡崎、大迫、武藤、以上23名。ワールドカップによる中断明けもゴール数は伸びて、杉本シュート。30試合でもゴールと期待を裏切るシーズンとなった。杉本健佑、杉本で自分の持ってるものが出せなかったっていう思いもあって、こう遺跡っていうものを少し決断したのもあるのかな。環境を変えたいとか自分を変えたいっていう思いもあって。そうですね、それも一つの、理由でしたし、こういう日本一のクラ
クラブで日本一のサポーターで、もちろん競争もすごい激しいですし、前にはいい選手がたくさんいるので、その中でやっぱり勝っていかないと、代表で今やっぱりね、こうワントップ打てる佐古君であったり、そういうところには勝っていけないと思うので、まずはこのチームで自分のポジションを勝ち取るというところを押しないと、はい、いけないと思います。年俸はセレッソ時代の倍以上となる1億円となった。開幕戦から先発出場するものの、浦和レッズはオズワルド・オリベイラ、2シーズン目ということになります。その後はオリベイラ監督のスタイルに合わず、プレー時間が大幅に減少。4節クルスセレッソ戦、PK でゴールを決めるも、レッズの杉本が今シーズン初ゴール。次のゴールは27節の都市戦、21試合で2ゴールプロになって最悪なシーズンとなった。2020シーズン出場時間は増加するも、2トップに任命されました。山中、精度がある左足、中送る、杉本超えて、ゴールは16節札幌戦の2ゴールのみ。杉本決めました。リーグ戦今日は青木とエベルトンのダブルボランチ、そして裏へ抜けてきた杉本、スピードもある、進藤が戻る、杉本今日2点目か、進藤が割って入るがシュートを決めた。スタメン起用。2021シーズン開幕から先発出場、6節まで連続で先発を任される。小泉前を向いて裏へのボール、これは抑えるリレーかどうか、杉本1点シュートは来た。います、あ、オフサイドだ。しかしゴールは3節横浜 FC 戦の1ゴールのみ。落ち着いて役を取りました杉本健雄。シーズン途中でキャスターユニカーの加減もありベンチが定位置に。近くに横浜1年の新選択席、デビュー3試合目の名古屋戦で初ゴールを決める。ハイボールを使ってきました、ファーサイドまで流れてきました。ティーラトン抜けてヘッド、杉本。しかしレオセアラから先発の座は奪えず、途中からの出場が続いた。ところでは出場時間で例えば山川選手を挙げちゃうとかというのもパワープレーであるかもしれないですけど、はい、杉本がニアに走り込んできました。その杉本、浦和との複数年契約が残っていたため、ヘッドだー、追いつきました。 F マリノス2022シーズン J1 に昇格したジュビロ磐田へ期限付き移籍。このジュビロで復活する思いで来ましたし、まあ大げさになるかもしれないですけど、命かけて今年勝負したいなと思います。開幕戦からワントップのレギュラーで出場。まあ、こちらも基本的にはまあもちろんルキアンは抜けたんですが、ある程度主力も残りながらというイメージはあります。遠藤からのボールと入ってきた小川大輝がいる、後ろに杉本、杉本健雄、今日初でファーには杉本です。ニアにジャメイン、ファーサイドボレーだー、枠の左、杉本健雄。伊藤監督も頭を抱えます。命をかけたシーズンは30試合で PK での1ゴールのみ。チームも J2 降格となり、失望しか残らない最悪なシーズンとなった。ここでホイッスルが響き渡りました。この瞬間ジュビロ磐田 J2 降格が決まっています。2023シーズン完全移籍で J2 のジュビロ磐田に加入、レグラーを任されるが相変わらずのノーゴール。人が多い岡山、ヘディング、杉本高さがありましたが枠の上。3月21日マリノスへのレンタル移籍が発表される。シーズン中さらにジュビロが補強禁止期間中でもあり、最悪な形での移籍となり、ジュビロファンの怒りを買った。